皆さんこんばんは。ジョネトラダムスウィークエンド、さあ今週も人類滅亡ということでね、そうですね、始まりましたけれども、はい、いやね、今週はね DHC スペシャルありまして、はい、8時間も出てたんですよ。8時間ですか。8時間出てました。ずっとですか。ずっと朝の8時から夕方の3時、まあ、4時まで、はいはい、長いですね。長いです。途中でね原宿ロケもありまして、須田慎一郎さんとね、はい、あのモデルの藤井幸さんと一緒にあの原宿をこうカメラで中継しながら散歩するという、芸能人みたいとか思っちゃった。そうですよね、楽しそうです、すごい。でも台風なんだけど人がいてね、はい、でうわこんないるんだと思って、で一人だけあ常念さんだって声かけてくれたって言われた。おーすごい、やったやったすごいです。あーよかったとか、やっぱ大人気は藤井さんですね、やっぱね。あーそうなんです、もうカリスマモデルですからね、はいはい、まあ、須田さんもねあの有名人ですけどね、はい、いや常念さんだって言ってくれた人がいてよかった。この人誰みたいな感じでなんか変な三流タレントがなんか一緒に司会の人みたいな感じでちょっと言われたら嫌だなと思ったんですけどね、すごい気づいてくれた人がいたんでよかったです。さすがです、はい、なんでねもう今日疲れ気味なんでもうやけっぱちで、はいはい、もう本当にね滅ぼしていきたいと思うんですよ、はい、いろんなものね。まずこいつらからね、はい、米中貿易戦争ということで、はい、まあ、あの第三次世界大戦に発展する前にですね、はい、チャイナが滅亡する可能性が出てきました。おっと、はいはい、あの160億ドルの、ね、はい、制裁関税、確か8月8日にアメリカから、ね、追加措置で、はい、かけられました。もともと500億ドルの、商品を対象にっていうことだったんですけど、はい、最初に340億ドルかけて、はい、でその後追加措置で160いって、はい、でこの後9月に2000億ドル対象に行くんじゃないかと。まだあるんですか。まだあります、まだあります。でチャイナが、まあ、とりあえずこの160億ドルに報復してですね、はい、なんと輸入者に対して関税をかけて、はいはい、アメリカのですね、アメリカ輸入者に対して関税をかけて、はい、一応160対160で、はい、まあ、な単位みたいに見えるじゃないですか、はいはい、見えるんですけど実際にはあのチャイナがアメリカから買ってるものってアメリカがチャイナから買ってるものよりも圧倒的に少ないのね。あ、なるほど、はい、なのでもう多分もうこれで玉切れですね、はいはい、なんでこの後どうするんでしょうね。どうするんでしょう。文化大革命でも起こすんですかね何かしないとダメですよね。そうですね、文化大革命って知ってます？いや、わかります。文化大革命ってはね、はい、あの生徒が先生を殴ったりとか、はい、子供が親をボコボコにして肋骨折ったりとか、そういう革命です。それダメですね、これでも朝日新聞が素晴らしいって言って来賛してたんですよ。ダメですよねちょっと、あの、はい、今白嫌いっつってあの捕まってるやついますけどね、習近平のライバルで、 あいつは文化大革命の時にね自分の親父ボコボコにして肋骨折ってね、そうですそうです。そうなんですか、何が起こるんですか、ボコボコにすると。あのボコボコにすることによってなんかね、そうボコボコにすること自体になんか理由があるらしいです、造反有利っていうんですけどね、はい、理由なき反抗みたいなもんなんですけど、いや怖いですね。なんか、ね、革命を起こし続けないとね、革命精神が腐っちゃうらしいんですよ、はい、いやー、はい、違う革命がいいですよね。そうですね、はい、もう脳内革命ぐらいにしといてくれって感じなんですけど。そうですよね、まあ、あのそうなんです、あの基本的には親を殴る、先生を殴る、はい、それから仏教人をボコボコにするとかね、いや、で 本を燃やす。あ、それはちょっと見たことがあります、はいはい、そうですね、はい、本を燃やして毛沢東語録をこう掲げてですね、はい、みんなで行進するというですね、頭おかしいだろうみたいな感じなんですけど、はい、そろそろそれやった方がいいんじゃないみたいな、なるほど、ところまでちょっとチャイナが来てしまって来てしまってますね、はい、これどうするんだろうという感じなんですが、はい、でこの影響でですね、なんと今日大きな事件がありました、はい、事件です。むしろこれよりもこっちの方がでかいです。なんと人民元の切り下げ、切り下げですか、ということで、はい、これね、あの為替レートってわかります？まあ、あの海外旅行するときに1ドルなんぼで交換しますよね、はい、で大体まあドルに対して、まあ、いくらかっていうので、まあ、表示するのが分かりやすいんですけど、はい、あの1ドル 6.83 人民元かな今な、はい、そう、1ドル 6.83 人民元まで実は人民元が下落してるんです、はい、今までね大体ね1ドル 6.7 人民元ぐらいまでしかいかなかったんですけど、はい、だいぶそこからまあ、10% 以上、はい、まあ、切り下げたんですよね、はい、通貨を。でこれ、まあ、どういう意味があるかってことですよ、はい、そうするとチャイナで製造する時のコストって人民元でしょ、はい、給料とかも全部人民元の話を、はい、だからドルで見ると安くなってるのね、はい、そうだからチャイナから買う製品はドルで見ると安くなってるんですよ、はい、多分 10% ぐらい、はい、為替でね、はい、だけど関税が 25% かかるんで。そうですよね、はい、だ差し引きまだ 10% だから、13% ぐらい、まあ、為替が安くなって、はい、でまだ、関税が 13%、 あ、まあ、12.5% ずつぐらいか、はい、まあ、だから半分ぐらいですね、 12.5% 為替がまあ少し安くなって、はい、でその分、関税が
12.5% あの 25% じゃなくて半分の 12.5% で済んでると、はい、それでもチャイナ製品やっぱ値上げなんですよね、はい、でもまあ値上げっつっても関税全部が被ってるわけじゃなくて、まあ、一部はだからチャイナ政府がですね、はい、人民元安という形で勝手に補助金出してくれてるみたいな、あ、補助金があるんですか、まあ、補助金みたいなもんですね、はい、なんか為替レートが安くなると、はい、あのチャイナで作ったものが安くなるので、はい、それに関税かけられても、ね、関税は元の値段かける 25% ですから元の値段が安くなれば、ね、はい、ある程度相殺できるでしょ、はい、ということで、まあ、これでチャイナ貿易を救おうとしてるのかなと。なるほど、見えなくもないですよね、はい、関税かけられちゃったらほらね、あの自動的に値上がりしちゃうから売れなくなるので。そうですよね、はい、人民元を切り下げることによって輸出産業を守ろうとしてるのかなと、はい、いうふうにちょっと見えますよね。そうですね、はい、でもそんなに急に下げられるんですか。はい、あのね、チャイナはね、なんとね、固定相場制というのをやってまして。固定相場制ですか。はい、昔日本って1ドル360円で永久に変わんなかったの知ってます、はい、知らないです。あ、吉田さん若いから知らない。いやいや、子供の頃1ドル360円だったはず。はい、なるほど、はい、これを知ってるかどうかで年がバレます。はい、私小学生ぐらいの時1ドル360円だったんです、考えられないでしょ、はい、で高校生ぐらいになった時には、ね、確か1983年がプラ、あ、85年かプラザ合意がなので、プラザ合意の3年、2年後に私アメリカ行ってるんですよ、留学で、はい、でその時はあのプラザ合意ですげえ円高になったんで、はい、1ドルね、当時200円ぐらいだったのが一気に、ね、140円とか120円とかまで、今ぐらいのレートになったんですよ、はいはい、なんであのチャイナはね、だからそのプラザ合意前の、はい、もしくはニクソンショック前 の、 あの日本みたいなもんで、ほぼほぼ固定レートなんです。あ、なるほど、はいはい、正確に言うとね、チャイナの人民銀行が、はい、人民元はここからここまでの幅で取引してくださいっていうのを勝手に設けるんですよ。そうなんですか、はい、でこの間は自由なんですけど、はい、この、 あの枠より外には出られない。でも実質的には固定ですよね、こんなのね。そうですよね、はい、だって日本円って、まあ、あの買おうと思えば、はい、1ドル300円で買おうと思えば買えますし、はいはい、で1ドル1円で売ったら多分売れない、あ、売れるかな、1ドル1円で売ったら売りますね、売れますね、買ってますね、はい、1円で買ってあの今のレートで売れば100円以上儲かるんで。そうですよね。そうそう、だからもうどんなバカな値段でも、はい、あのそれで損しようが何だろうが、どんな自由あの値段でもあの売り手と買い手があの、まあ、数量と金額さえ一致すれば売り買いできるのね、はい。ところがあのチャイナの場合はこういう、まあ、レートの制限があったりとか、はい、あとそもそも外貨自体の売り買いも貿易取引の時の決済はいいけれども、はい、個人が FX みたいな感じで、ね、海外旅行も行かねえのに勝手に外貨買えて儲けるなんてダメだみたいな仕組みになってるんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです。ものすごい規制があるの、はい、でそれがなんとこのね、人民元の切り下げということを決断したということで、はい、まあ、よっぽど貿易が効いてるのかなと。そうですね、ね、はい、思うんですけど、じゃあこれ人民元の切り下げをやってチャイナ経済にどんな影響があるの思いません。はい、ただでできるならいっぱいやった方がいいじゃん。そうですよね、うん、はい、でもね、必ずね、これはね、副作用があるんです。あるんですか。はい、まずね、はい、例えば今1ドル、110円ぐらいでしょ、はい、じゃあこれが1ドル1000円になったらどうなります。あ、輸入製品がすごく高くなってしまって、うん、その通りだ、はい、その通りだ、説明しようって感じで、まず石油が死ぬほど高くなっちゃいますよね。はい、ドル決済ですから、はい、でしょ。で、石油が高くなると基本的には物みんな高くなるので。そうですよね、はい、原料に使ってますもんね。そう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 、はい、なので、まあ、いわゆるこう、まあ、庶民が感じる生活物価みたいなのがものすごく上がるんですよね、はい、でそのものすごく上がるのに景気が悪くてなんか給料があんまり上がんなかったりすると、はい、あ、結構アンハッピーですよね。そうですね、ですよね、はい、アンハッピーどころかアングリーな感じですよね。そうですね、ふざけんなみたいな、なんでこんな切り下げしてんだみたいな、はい、まあ、というのはあると思うんですよね、はい、それからもう一個ね、海外からお金を借りてるとしましょう、はい、海外からお金を借りて日本で商売やってるとする、はい、そうすると、お金はドルで借りてるんですけど、はい、商売は日本円でやってるでしょ、はい、で日本円で儲けてお金返そうとするんですけど、はい、今まで1ドル110円の時はね、はい、110円で1ドル返せたんですけど、1ドル1000円になっちゃうと1000円稼がないと返せないですよね。でしょ。だから 10% も人民元切り下げすると、はい、対外債務が 10% 増しになるんですよね。借金きつくなるでしょ。そうです ね、 ね、そしたら、はい、お前返せんのみたいな話になりますよね。返せないです、返せないですってなったら、はい、あ、じゃあもうそんな通貨持っててもしょうがないね、売っちゃおうってみんな人民元売るでしょ、はい、ますます安くなっちゃう。あ、なるほど、はいはい、この悪循環ですよね。もうちょっとどうしたらいいんですかね。これはね、まあ、あのチャイナはですね、まあ、人民元の切り下げで対応したんですけど、おそらく、はい、あの今の方向で行くんだったら金利を上げるしかないかもしれないですね。まあ、金利ですか、はい、チャイナの金利を上げればみんな人民元買いたくなるじゃないですか、金利が高ければ、はい、でそれをね、2015年16年にやったんですよ。実はこれいつか来た道なの、はい、3年前にやってんのあいつら。そうなんですか、はい、でやってね、どうなったかというとね、はい、経済成長がマイナスになりました。あ、だって金利上がったらさ、お金借りる人いなくなって景気悪くなるでしょ、はい、ということで結構八方塞がりなんです。大変ですよね、大変ですね、はい、もうヒュキピシャボキュッチピシャ
お気をつけてください、習近平ショバーっていう感じなんでね、習近平ショバーがすごい困ってんじゃないかなっていうことだと思います。はい、困っちゃいました。はいはい、なので、まあ、この貿易戦争でチャイナ滅亡シナリオ着々と進行中ということで、そうですね、これ1ドル7元超えてくると加速度的な通貨アタックがあるかも、かも、はい、というふうに予言しておきます。かもですよ、かもですね、かも、はい、いやというか儲けたい人はもう、はい、あのチャイナで人民元を思いっきり売ればいいんですよ。だってもうすぐ弱気になって切り下げるんでしょ、はい、今のうち高いうち売っといて、でみんなでガンガン売ればどうせ切り下げるんで、はい、ガンガン売っといて後で買い戻せばボロ儲けじゃないですか。なるほど、でしょ、はい、ね、ヘッジファンドの皆さん見てますか、今チャンスですよ、バーゲン始まりましたよ、バーゲン、上海大バーゲンのお知らせでございます。あーやばいやばい、やばい、もう滅亡が滅亡が始まって、きつな予感がということでございます。はい、はい、次の話題です。はい、次はねこれです。はい、じゃあ翻って日本ですが、はい、なんと今日 GDP のですね、46月期の速報が出ました。はい、で速報でですねプラスの 1.9% と。プラスですか。はい、実質 GDP プラス 1.9 なんで、はい、まあ、悪くないですよね。そうですよね、はい、でもこう私生活に実感がないと言いますか、私生活に実感がない、はいはい、ちなみに吉田さんはどれぐらいいったら実感が出ますか。例えばお給料が何倍になったら実感するの。1.2 倍ぐらいですか。1.2倍、先月から今月で 1.2 倍になるの。はい、はい、それはですね高度経済成長期の時でもありませんでした。そうですね、はい、高度経済成長期の時でもね、せいぜいね1年で1年で 10% 上がったら結構いい方じゃない。あ、はい、うん、そんな感じ。なので、あの 1.2 倍、まあ、これね2倍っていう人もいるんですよ、無理ゲー言ってくる人、2倍難しいね。どうなの、難しいですね、まあ、それを実現するには同じ仕事じゃなくて転職するとか、そうです、ね、起業された方がいいんじゃないかみたいな話になってしまうので、まあ、吉田さん起業しましょう、しましょうか、うん、はい、何で起業します。為替を買います。為替は FX。 今から FX ですか。はい、なるほど、まあ本当にねちょっと遅いですかね。うーん、まあでも売りから入るって手もありますよね。FX は売りからも入れるので。そうなんですか。そうですよ、売っていいんです。しかもね元手を今まだ規制がかかってないので、はい、今なら元手の25倍取引できますから。はい、ビッグショート、はい、全財産で25倍にしてビッグショートかけると、はい、儲かる時も25倍ですけど、はい、損する時も25倍です。賭けですね。賭けです。もっと安全にいきましょうか。そうですね、はい、1ヶ月で全部なくなる可能性もあるんで。そうですよね、私一晩で300万なくなったことありますから、はい、高いレッスン料払ってね、はい、勉強しているので、日本、世界 FX 大学というところにもね留学してましたから。あ、そうなんですか。もともと東京証券取引所大学ってところにいてね、まだ留年してるんでずっとレッスン料払ってるんですよ。高いですレッスン料、そうなんです、変動なんですそれがね。大変なんですけど、まあ GDP 良かったんで、はい、まあ、株価もね、まあ、そんな感じで反応がね、一応ちょっと株価今見てみますけど、現時点で、はい、あ、反応が出たかと思いきやね株価下がってるんですね今日。あ、そうなんですか。今日下がっちゃいました。あんまり関係ないんですね。はい、はい、まあ、あの円高が進んでるっていう問題があって、はい、ちょっとこれがまあ、あのいけないんですよ。でね、これちょっと詳しく俺ヤイスイブニングラボにあのプレミアム会員向けに書いたんで、はい、あんまり言いたくないんですけど、はい、いろいろまずいことがあるんです。お、まずいことが、まあ、まずいことっつってもまあ主に2つなんですけどね。はい、ちょっとだけ、ちょっとだけ、はい、増税とか増税ですよね。あ、増税、はい、1つじゃねえかみたいな。増税とか、あ、もう一個忘れた、はい、増税です。増税とか増税とか増税とかね、これがどうなるんだというのがまあ一番大きいですよね。で、来年増税ですね。そうなんですよ、来年増税したらね本当困っちゃうんで、はい、そんな中ね、ある業界団体から、ね、はい、この増税に異を唱える、はい、異を唱える発言がありました。なんと日本チェーンストア協会が増税と軽減税率に反対ということで、ね、増税も反対なんですね。そうです、はいはい、軽減税率に反対っていうのが意味がわからないんで、はい、ずいぶん斜めなこと言ってるなってことでわざと斜めに書いておいたんですけど、はい、だって斜めですね。増税と終われば軽減税率なんかどうでもいいじゃんっていう話なんで、はい、増税をメインで反対してくださいと。そうですね、いう感じなんですけど、なぜか軽減税率にも反対と、はい、まあ、なんか両方二股なんですかね。もう増税するならしてくださいっていうふうに見えますよね。そうですね、軽減税率反対っていうとなんかちょっといまいちだなと思って、はい、そうですよね、はい、もう増税反対でいいかっていう、増税反対でいいんですよ、はいはい、で反対してる理由っていうのはあのここにね一応日経新聞に記事があるんですけど、はい、ね、増税反対してる理由はね、あ、間違えた、申し訳なかった、こっちだ、はい、チェーンストア協会反対してるよね、もう今そんな状況じゃないと、はい、いうことでございます。あ、ごめんなさい、ちょっと今記事がなくなっちゃった、まあいいや、はい、まあ、簡単に言うと今そんな時期じゃないと、はい、まだ早いってやつです。これあのいわゆる賢人の知恵っていうやつなんですよ、はい、ね、吉田さん賢人の知恵知らないでしょ。賢人の知恵少し本で読みました。読みました、あ、本で、はいはい、あ、マジで、そうなんです、あ、すごい、賢人の知恵って知らないですよねって言ったら、あ、あの全然聞いてませんって言わないと、そこで、あ、言っちゃいました、あ、そうです、はい、
今ちょっとすみません聞いてないんですと、はい、いやそんなことね、はい、あの増税とか急に言われてもと、ね、はい、いう感じなんです。これね大事なことはあの中身はどうでもいいんです、はい、急に言ったっていうことがダメなんです、はい、だから例えばその吉田さんあの犬って哺乳類ですよねって僕に聞かれたとするじゃないですか、はい、で僕はそれを急に言ったらいや聞いてないですってそこで、でそんなこと急に言われてもえ犬ってあの魚類なんじゃないんですかみたいな感じの反応で、これでいいんです、はい、そうなんです。世の中みんなこれで回ってますから、いやあの一般企業とかいるとあのねあの倫理書っていうスタンプラリーがあるじゃないですか、はい、あれみんな賢人の嵐ですからね、俺聞いてねえよとか言ってこう意地悪してなかなか反抗さないみたいなばっかりでしょ、はい、こんなことやってっからダメなんだよって感じですけどね、はい、まあすいませんちょっと脱線しましたがでも消費税増税は俺は聞いてない、はいでいいと思うんですよ、はい、安倍総理がここまで来て俺は聞いてないよとちょっと待ってよちょっと待って、はい、なんかそんなこと急に言われてもああもう傷ついた傷ついた今のも傷ついたそんな感じでいいと思うんですよ。なるほど、やるならね、はい、でもちょっとなんかいまいちな感じで増税されてしまうかもと。そうですよね、そうでね、はい、さっき言ったそのチャイナショック、はい、あるかもしれないですよ。また2015年は上海の株がね、はい、5000ポイント台から一気に2500ポイントぐらいまで半値になったんですよ、ドーンと。でそれであのチャイナとの取引のある国っていうのはみんな影響を受けるんじゃないかということで、はい、株価一回下がったのね、はい、でチャイナショックを回避する方法は一つしかなくて、はい、チャイナと付き合わないことです。あ、そうですね、はい、チャイナに依存度が高い国ほどやられてしまうと、はい、で日本はどうかというと意外と依存してる企業あるのね、はい、うん、あのチャイナで商売してる工場も多いですよね。工場も多いし、はい、あと某商社とか、はい、まあ、あとね某あのメガネメーカーとかですね、はい、あの要はチャイナでその、まあ、製造拠点にしてるところってだいぶ減ったんですけど、はい、チャイナで商売しちゃってるんですよ。あの要は市場としてチャイナに入っちゃってるのね、はい、そうするとチャイナ経済落ち込んでくると当然まあ消費も落ち込むので、はい、そういう会社はダメージ受けますよね、はい、チャイナじゃなくて他行った方がいいんじゃないみたいな話もあって、そうですね、今チャイナプラスワンという動きでね、はい、どんどん東南アジアに出ていったりとかしてるんですけど、はい、そういう動きはまだね足らないんですよ。あ、で足らない上にね、はい、あのちょっと今習近平があんまりアメリカとねこんなほらあのさっきのねこれ、はい、アメリカとこう切った張ったやりすぎてこんなね、はい、やりすぎて、でチャイナの経済的な状況があんま良くなくなってきて、はい、でそのポスターに炭ぶっかけられたりとかもういろんなものぶっかけられて、でそのやばいってことでポスター撤去して、はい、で今北戴河会議というですね、まあ、あの不思議な会議があるんですよ、はい、これはねあのなんか秘書地があるんですけど、はい、そこにね共産党のまあ OB が集まるんですけど、はい、でそこに、まあ、その共産党のまあ大幹部の OB が集まるんですけど、はい、そこに現役の指導者の、まあ、習近平が行って、はい、OB の皆様のおこごとを頂戴する会なんですけど、はい、でそこで結構おこごとを言われたみたいなんです、なるほど、見たんなんですけど、はい、今アメリカとことを構えてるので習近平引きずり下ろしちゃうとまずいじゃないですか、はい、じゃとりあえずお前やっていいけどさとお前あれなんだよみたいな感じで、はい、ね、景気悪くなるしさお前が無用な対立を引き起こすからこういうことになってんじゃないかみたいなので結構ガチャガチャ言われて、はい、で日本ではもう終身独裁者で習近平すげえとか軍も全部掌握してとか言ったんですけどどうもそうでもないんじゃないみたいな実はそうじゃないんじゃないみたいな感じになってきて、こういろんなとこ緩み始めた感じがします。なるほど、はい、はい、まあ私の憶測ですけどね、まあ、一応ね坂東忠信さんに聞いたんで、はい、なんかちょっといろいろ起こってきたと。ただその今すぐ習近平が権力などを引きずり下ろされるかってそうでもないって坂東さんは言ってましたけど、はい、まあそんな感じでですねちょっとチャイナガチャガチャしてると中がちょっと慌ただしい感じで慌ただしい、はい、そして為替もこんな感じで、はい、でその、まあ、王毅外相っていうね、まあ、ポンコツ外務大臣いるんですけどチャイナのまあこいつあのあれですよパペットですから後ろのプロンプト通りセリフ読むだけのあのやつなんですけど、はいはい、シンガポールでねアメリカと仲良くしようって言ってみたら次の日にやっぱりこの野郎って言ってみたりとか、だから後ろのプロンプターが揉めてるわけですよ、まあそんなことまずいだろみたいな感じで、コロコロ大きも言うこと変わってるんで、はい、この辺ウォッチしてるといろいろ面白いことわかるかなと。そうですね、はい、今日もちょっと見てみます。みんな見た方がいいですね、はい、でそれを見つつですよね、消費税なんか増税してちゃやばくないと、はい、チャイナショックが来たらリーマンショック級のカタストロフですよ、はい、人類滅亡かもしれませんよみたいな。あ、ここで滅亡が出てくるんじゃないかなと。そうですね、ということで、はい、もう今週もね元気よく人類滅亡ということでやっていきたいと思います、はい、また来週。また来週。